くにこキッチンへようこそ。材料たった4つだけで美味しくできちゃうショートブレッドの作り方をご紹介します。デンマークの伝統的なお菓子なんですよ。材料です。全粒粉を 100g、 きび砂糖 30g、無塩バター 70g、 角切りにしておいてください。粗塩が 1g。 そして今回トッピングにドライの柿 10g と白ごま小さじ1を使います。こちらはお好みでどうぞ。ではまず全粒粉にきび砂糖を混ぜます。お塩、無塩バターと順番に混ぜていってください。この4つの材料が基本なので、これさえあれば美味しいバタークッキーが焼けます。そうなんです、バタークッキーのことをショートブレッドと言うんですよ。指先でバターを潰すようになじませていきましょう。5分ぐらいこねているとだんだんこんな風にポロポロっとまとまってきます。こんな風になったら少しこねていきましょう。まとまりました。OK ですよ。今日は柿、それから白ごまを加えるので半分は避けておきます。そしてもう半分にして柿と白ごまをね、入れていこうと思います。刻んだドライの柿です。ドライフルーツを入れるとちょっと香ばしくなってまた美味しいですよ。一塊になりました。白ごまも生地の4分の1ですね、に小さじ1たっぷり入れます。これが香ばしくってとっても美味しいんですよ。まとまりました。あとはラップに1センチの厚さに広げて、これはプレーンの生地ですね、2分の1の分量、正方形にならしておきましょう。冷蔵庫で15分休ませます。その他の4分の1の分は後ほど3等分に切るので、長方形に1センチの厚さで伸ばすのがいいかな。同じようにラップにくるんでおきます。冷蔵庫で15分すべて冷やしておきましょう。これは後で切りやすくするためです。15分経ちました。15分以上冷やしてしまうと硬すぎて今度は切れにくくなるので、目安は15分です。これはプレーンのタイプなので6等分に切っていきたいと思います。厚さが1センチでしたら形はどんな形でもいいですよ。そして飾りの穴を開けます。竹串を使って竹串の後ろ側、ちょっと太い方でね、穴を開けていきます。2列に、そうですね、プレーンの方は2列に3つずつ、
その他のごまと柿はそれぞれ穴の数を変えると食べるときにね、区別がついていいと思います。こんな風に開けてください。170度に予熱したオーブンで20分焼きます。焼けたらこのまま粗熱を取りましょう。さあ、おいしそうな色に焼けました。盛り付けましょう。いい色に焼けましたね。ショートブレッドの完成です。口に含むとポロポロっと崩れて、バターの香りがおいしいんですよ。ぜひお試しくださいね。くにこキッチンでした。